皆さんこんにちは。湘南治療科山田です。今日はですね、サーファーの腰痛対策についてお話ししていきたいと思います。波待ちの仕方 と、パドルの時に、痛みが出る、なんで痛みが出るかと、その対策ですね、この2つを今日はお話ししていきたいと思います。で、1つ目ですね、波待ちの仕方なんですけれども、波待ちっていくつか方法があると思うんですけども、これ、サーフボードだと思ってください。横から見たときですね、こうやってまっすぐになってる姿勢と、こうやって猫背になって待ってる姿勢。この大体2パターンに分かれると思います。まあ、ロングの方は、正座だったりとかもいろいろあると思うんですけれども、まず正解は、この姿勢、いい姿勢ですね。この姿勢で待ってる方が絶対にいいです。で、なんでかと言いますと、骨と骨の間にあるですね、クッション、この椎間板っていうんですけれども、椎間板の圧力のかかり方が全然変わってきます。で、普通に立ってる時は、が 1.0 倍だとしたら、まあ、こうやって、90度、膝を90度にして曲げて座ってる状態ですね。これが圧力が 1.5 倍かかると言われてます。で、ちなみにですね、これが猫背になってしまうと 1.85 倍になると言われてます。なので、波待ちしてる時は、絶対この姿勢がいいです。で、ただですね、この姿勢、いい姿勢ずっとしてても、今度それはそれで、症状が出やすくなってきます。これなんでかと言いますと、このいい姿勢してるときってずっと後ろの背中の筋肉を使ってるんですね。で、筋肉って同じ筋肉をずっと使い続けてると血管ごと握ってしまいます。そうすると血液の流れが悪くなって筋肉って硬くなってくるんですね。で、あと血液の流れが悪くなると酸素が届かなくなるんで、その時に痛みの物質を出すように体ができています。なんで、なるべくですね、この姿勢、いい姿勢が一番理想なんですけれども、同じ姿勢してて痛くなってきた場合は一回曲げてください。で、胸って動かしてもらって、またいい姿勢に戻すと。はい。で、この姿勢してても、例えばですね、長時間、長かったり、セット間が長かったりとかすると、結構痛くなる、場合があります。で、そんな時はですね、裏技なんですけども、座骨、2点で座るっていうのをちょっと意識していただけるといいかなと思います。で、これが、ですね、これ背骨の、骨なんですけど、これ後ろから見てる状態です。で、ここですね、この二つ。この二つ、ここが座骨って言います。で、この座骨の2点のみで座る。こんな感じですね。で、他のところは一切筋肉を、使わない状態ですね。全部筋肉を緩めて、全部使わない状態で、この骨だけで座るイメージですね。これをやってもらうとだいぶ、腰痛がですね、その場でパッとちょっと取れたりとかするので、これをちょっと頑張ってやっていただけると。いいかなと思います。はい。で、ちなみにですね、正座をすると、椎間板の圧がですね、0.8 倍になると言われています。なので、ロングとかの方は、正座が一番いいです。はい。で、あとはですね、パドルの時の痛みですね。これについてちょっと説明していきたいと思います。はい。パドルの時の痛みですね。なんで、まあ、痛みが出るかと、という理論をですね、まあ、ちょっと一個ずつ説明していきたいと思います。で、まずパドルで痛くなる人っていうのは、大体この前の筋肉が硬いです。四頭筋、ももの筋肉でしたりとか、なんか腸腰筋って筋肉ですね。この筋肉が硬い人が多いです。で、なんで痛くなるかと言いますと、これ、ですね、まあデスクワークとか、されてる方とかですね、まあ週末サーファーの人とかっていうのは、大体この辺の前が硬いんですけれども、で、ここが硬いとですね、伸びないです、まず。ここがこうやってまっすぐ伸びないです。このまま、この状態ですね。この状態。で、こっからですね、これだとバランスが崩れるので、姿勢をよくこう戻そうとすると、こうやって反り押しができるんですね。反り押し。で、この状態。この状態って、腰すごい負担かかってるんですね。筋肉ずっと使い続けてるんで。で、ここは伸びてない状態ですね。で、この状態でパドルしてみますね。ちょっとこれ、サドボーだと思ってください。この状態。はい。で、この状態で、股関節が伸びてないと、こんな感じですね。この状態でこう、上半身を反らそうとすると、全然反れないです。もうここが常に負担がかかっているので。で、ここを伸ばしてあげるというのがポイントです。ここを伸ばすことによって、反りやすい状態になるので、この前の筋肉ですね。ここを、伸ばすことが大事になってきます。まあ、伸ばすと言いますか、柔軟性のある筋肉に変えていくのが大事になってきます。で、それの、柔軟性の出し方ですね。をこれからちょっと説明していきます。で、まずはですね、こう膝立ちですね。膝立ちになっていただいて、足を前に90度出します。はい。で、この状態で、後ろの足をですね、ぐーっと伸ばします。ぎゅーっと。
で、一回戻します。で、またぎゅーっと伸ばして、戻す。これ何回か繰り返してください。まあ、5回ぐらいでいいです。ぎゅーっと伸ばしてもらって、で最後ぎゅーっと伸ばします。これで10秒。キープですね。で、これでまだ余裕がある人は、後ろの足持ってください。このまま。で、ぎゅーっと伸ばします。さらに伸ばして。はい。これをですね、右も左も両方ともやっていただけるといいです。あ、で、あとはですね、で、あとはですね、ここ、ももの筋肉を伸ばしたいので、正座、この状態ですね。この状態から、手を後ろについてもらって、ぎゅーっと伸ばしていきます。このままぎゅーっと。で、ももの筋肉、ぐーっと伸ばします。はい。で、ゆっくり戻します。で、もう一回いきます。ぎゅーっと伸ばします。で、戻します。で、何回かやっていただいて、まず大丈夫そうだった場合は、このまま後ろに倒れます。ぎゅーっと。これで、しばらくキープですね。10秒ぐらいですね。はい。で、このままキープしてもらって、ゆっくり起き上がります。はい。はい。でですね、これポイントがあるんですけれども、ですね、筋肉っていうのは、ストレッチするだけだ、ストレッチだけだと伸びるだけなんですね。で、全然柔らかくならないんです。で、大事なのは血液を流してあげるってことがポイントになってきます。筋肉って血液が流れると、柔らかくなってくるので、先ほどですね、お伝えした、何回か前にやったり、後ろにやったりとか、繰り返したと思うんですけども、あれで筋肉って伸び縮みするんですね。で、最後にぐーって伸ばしてあげると、血液が流れてストレッチされるので、一番柔らかい状態が作れます。で、この前の筋肉ですね、この辺の筋肉たちが柔らかくなってくると、パドルをしている時とかですね、あと波待ちで、痛みが出づらくなってくると思いますので、腰痛のあるですね、サーファーの方はぜひ、これをやっていただけるといいかなと思います。はい。で、また、わからないこととかありましたらですね、ご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。では動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。